那我们看看右边这一页哈。一样这个主题的话呢先请大家听听我用日语讲解的内容。再来我会解说、用中文解说我刚刚讲的日文的内容哦。可以吗试试看啊。え、いちごジャム。え、このジャムというのは、基本的には果物や他のえ、植物で作ったジャムですけれども、 日本にもいろんな種類のジャムがあります。有名なところで言うと、イチゴジャム、そしてブルーベリージャム、こんなあたりがよく見るものですけれども、地方によっては、その地方の特産品を使ったジャムもたくさんあります。例えば、ブドウジャムとか、桃ジャムとか、リンゴジャムなんていうのもあります。ぜひ、 皆さん、日本の田舎などに行って、その地元のスーパーに行った時には、その地元のジャムを探してみてください。きっと美味しいジャムが見つかるはずです。ジャムの食べ方ですが、トーストに塗るのはもちろん、それ以外にもヨーグルトにかけて食べたりすることもできますよね。はい、じゃあ次。お汁粉。 お汁こというのは基本的に、この小豆、小豆に砂糖を入れて煮込んだものに、お餅や、または団子を入れたものです。この中に入れるのはお餅のこともあるし、白玉団子という、こういう団子を入れることもあるし、全く何も入れないということもあります。これがお汁こです。お汁ことすごく似ているものに、 全いというものもあります。全いとおしるこはほとんど同じものです。でも一般的にはおしるこというのはこの小豆の粒がすごく少ないもの。ちょっと水っぽい感じのもの。そして全いというのはこの小豆がまだ粒々、粒々が残っている状態のものを指すことが多いようです。関東と関西でも呼び方が違ったり、 出てくるものが違ったり、少し味わいが違ったり、地域によっていろんな味があるようなので、ぜひ食べ比べてみてください。次です。こちら、天ぷらそば。皆さん日本に行った時にそば食べますか多分日本で生活をしていると、そばっていろんなところで見ると思います。なぜかというと、日本の、例えば東京なんかでは、駅の 中とか、駅のそばに立ち食いそばっていうお店がよくありませんか立ち食いそばのお店にはもちろん天ぷらそばもあるし、他にもいろんなそばがあります。例えば、たぬきそば。たぬきそばというのは、天ぷらを作った時に出るこういう天かすを入れたものがたぬきそばです。それとは対照的にきつねそばというのもあって、このきつねというのは、 油揚げが入っています。他にも力そばというのもあって、この力というのはお餅が入っていることを表します。こういう感じね。お餅が入っているそばは力そば。じゃあ、月見そば、これは何が入っていると思いますか月見そばというのは卵が入っています。卵の黄身がまるで月のように見えるから月見そば。 というふうに言います。そんな感じで、蕎麦にも上に乗せるものによっていろんな種類があるので、ぜひいろんな蕎麦を試してみてください。最後です。桜餅。これは和菓子の一つですよね。あんこの入ったお餅。そして外には桜の葉っぱを漬け込んだものが巻かれています。これが桜餅です。 季節を感じることができる非常に美味しいお餅ですね。私も大好き。よく緑茶と一緒に、えー、午後のおやつで食べたりします。というわけで、ここでは和菓子。日本で人気の和菓子のランキングについても見てみましょう。えー、まず第5位です。第5位は、鯛焼き。鯛の形をした皮の中に、えー、あんこが入っています。 さあ、そして、第4位は、あられ、せんべい、おかきの類のものです。あられも、おかきも、せんべいもそうなんですが、米からできていますね。米を成形して、そして焼いたもの、または揚げたもの。これが、あられ、せんべい、おかきという名前のお菓子です。第3位、わらび餅。わらび餅。聞いたことありますかこれは、 えっと、透明なお餅。そして、えー、きな粉をまぶしたり、タレを、甘いタレをかけて食べたりします。はい、第2位。みたらし団子。みたらし団子。みたらしというのは、甘いタレを団子の上にかけたものです。団子ですね。そして第1位。一番人気なのは、いちご大福。いちご大福。 いちごが中に入っている大福、柔らかくて、ちょっと酸っぱくて美味しいですよね。そんな感じで、日本にもいろんな種類の和菓子があります。ぜひ、和菓子屋さんに行ったら、いろんな和菓子に挑戦してみてください。好。那、以上だ。庶明大家听得怎么样可以理解的程度怎么样有一杯パ吗大ン。だから、一半マ好、我、ジャンジェ下哦 我说明这个几个 jam 的时候的观点，就是介绍一些其他的 jam，例如、呃，用草莓的，还有蓝莓嘛，还有有有一些地方啊，有葡萄啊，还有那个桃桃子，那个水蜜桃，或者是苹果的也不错，很好吃。然后呢 t o a s t o 就是，都、呃，涂在吐司以外呢 y o g u r t o n 就是，呃，淋在那个 yogurt 上也可以哦。 哎，hey, 再来，诶、hey,，我们这边说的おしる就是红豆汤加ゃ <laughs> もち，おもち年糕，或者是那些诶，都、欸、お団子团子吗？的呃做法哈，有一点类似汤圆哈，小汤圆的感感觉。日本会有おしる还有诶，多、欸、另外一个，我刚刚说什么？全在全在，对。 我吃的跟根蒸基本上是一样的东西，但是蒸菜的话呢，这个红豆的那个一粒一粒的部分哈、哦，就比较大一点，明显一点。好，讲普拉索巴的时候，我也顺便介绍不同的索巴，例如タヌキ索巴，タヌキ就是在天妇罗的时候它出来的那个一块一块的啊、呃，那个放下去就是タヌキ索巴。那另外呢，キツネ索巴就是怎么样呢？诶、欸，都。 揚げ揚げが入ってますよね。え、んか油揚げ就是所詮的なものあるね。炸豆皮吗类似炸豆皮那样的な东西。好、那还有吗力蕎麦。力就是餅、年糕、半年糕的东西。那还有そば、月見蕎麦。月見就是月見。就是有一颗蛋在里面的。好、最后一个。这个。えっと、ばかし和菓子合鞍子的时候呢。我有 介绍一个排名哈，那排名第五名是怎么样呢？我再看一下哦、呃。它是太雅吉鲷鱼烧。那再来呢？阿拉的鲜贝、おかき，那些都是哎，都、欸、用米做的啊，鲜贝之类的哈。鲜贝是用烤的，还有呢，阿拉的おかき是用炸的。那再来呢？瓦拉比木吉，所谓的绝品对吗？好，再来米塔拉西蛋糕。米塔拉西就是那个零很甜的那个馅。 甜的那个有一点类似酱油跟砂糖做的那个馅淋在上面的的蛋糕。再最后一个就是いちご大福草莓大福，那吃起来的感觉怎么样呢？やわたが得少し酸っ就是有一点微甜的哈，甜点呃的酸酸酸的那种感觉。OK，好，那以上就是我们从这个这两页的介绍。 可以延伸学习的一些小知识，大家有感觉训练到日本的听力吗？继续用这样子的方式来学习吧。